まあ、信心、正因とも言いますね。信心、阿弥陀仏の救いを信ずる心、その信ずる心が、もう我々がね、浄土へ生まれさせてもらう、その因となる、まあ、種となると。平たく言う種となるという言葉でも言ってますが、一番のその因、まあ、最近では原因という言葉が一般的に使われますけどね、その因となる。信ずる心、この信心、これを勧められるわけです。信心、正因、ね。で、この信心ということもですね、ほんなら信心とは、単刀直入に言ったらどういうことかということでですね、ちょっとこう、理論もあるわけなんですけど。これをね、一番もう端的な、親鸞聖人のおっしゃったようですね、一番端的なことはですね、これはもうの一念他念もみというのにあるんですよね。これはもう親鸞の流れだと思うんですけどね、一念他念もみ、ね、念仏というものは一遍唱えればいいのか、それともよくと多く唱えればいいのかというようなことでね、議論があったことが、一遍だけでいいはずだ、何でも唱えちゃ自力になるね。でまあある人たちは、いやいやそのことはね、よく唱えれば僕はいいんだというね、そういう議論があったわけですけど、親鸞聖人はどっちにこだわってもいけないぞという立場にね、どっちにこだわってもいけないぞね、ということを言われた場所ですね。で、この中にですね、その信心のことについて説明をしてもらいます。信心とは、こう書かれています。これはやっぱり、ね、この浄土真宗におけるね、信心とは何かということについてね、これはまああれです皆さん方ね、まあ、いろんなところで信心とはこうこうやこうやとね、いろんなことを、まあ、お聞きになることもあると思うんですが、まあ、端的にね、信心とは何かということを親鸞聖人がおっしゃったのが一番これが簡潔な言葉ですね。如来の恩誓いよっていうこの間話ですよね。如来の恩誓い、まあ、これは本願と思いますよね。本願と思います。を聞きて、疑う心のなきなりです。信心とは何かというと、そういうことです。我々は本願の救いを信じた心、これが信心ですね。まあ、信心のいろんな社会的実践とかいうこともいろいろ、まあ、もちろん考えなきゃならんですけどね。信心とは何かというと、これですよ。社会実践をすることが信心ではありませんよ。その社会実践の心がけることが大事ですけどね。それが信心ではありません。信心と言ったらこれよりお金がない。ね。これが正因です。これによって救いが定まるんです。ね。だからまあね、浄土真宗の場合はね、もちろんそのいろんなね、あとはまあ、国内の上でもね、いろんなことを、それはもちろんしなきゃならんけどね。元がこれです。これが元です。これによって我々が仏の救いを預かる、仏の救いに預かる。ね、このことはね、やっぱりきちっとこうしていかなきゃね、信心、信心と言ってもね、何が信心やろうわけよ、これ。ね、えらい難しいことをしなきゃ信心じゃないんだろうかって言ったらね、実際、誰も救われんということになるでしょう。他力の教えでね、いかなるものも救いをいただければ、これは他力の教えだからね。それは、無題の恩知恵、疑う心の泣きなんです。
これが真実です。ね。それで、まあ、次、まあ、この言葉で従いながらいきますよ。ね。新人喜ぶその人を、ぬらりとした人と時間を、大新人は不肖な、不肖すなわちぬらりない。まあまあ前回もね、この問題が出てまいりました。如来に等しとかね、如来に等しと人が、魅力に同じとかいう問題ね、前回も出てまいりましたけどね、この信心の人のことをね、信心の人を、信心喜ぶその人、如来と等しと、あ、とらで。如来と等しと解けた如来と等し前回もね丸山妙国の同じ、まあ、ここで解けますけどね、またね妙国の場合は同じと言えば等しとの心ものでは等しとなんですけど、まあ意味は同じことでありますよね。結局、信心定まった人はね、信心の人はもう、現世においてですよ。現世において、仏様になることに定まった身になるんですから、これはもう何度も今まで、何度も言うわけじゃないですけど、何度か出てきましたけどね。まあ、現象、症状、まあ、ちょっとこっちから見ましょうか。現象症状ですね。信頼する現象症状。真実さまった人は現世においてね、症状時の位に入る。症状時の位というのは、これは仏になることに定まった仲間ということになります。仏になる。これはまあ、いちいちご説明するまでもありませんけどね。仏になるということは、世間一般ではね、死者になることが仏になるというようなね、そんなまあ言い方もされておりますけどね。しかし正しくはそうではありませんよ。仏になるということは、これも死者になるんじゃない。仏様になる。ね、悟りを開いた仏様になる。まあ何度も申しましたが、煩悩がね、もう煩悩が完全に消滅したもの、なくなってしまった。この状態が悟りですね。仏教で悟りとは、煩悩がこうもうなくなってしまった。それが仏教でいう悟りです。ね、通常の人間じゃ見ながらも煩悩、ね、煩悩、煩悩の代表的な煩悩も三毒の煩悩、ね、三つの大きな毒の煩悩、あの何度も聞き合いだしてもらうかもしれない欲ね、貪欲、嗔に愚痴というのが三毒煩悩、ね、三つの毒だと代表的な煩悩の代表的な三つの毒だってね。貪欲ってこれは欲です。自分だけが得したい、長くしたいな。欲。真理とは怒り。ね。まあ、自分に都合が悪いと腹立つ。ね。腹立つ言うけどね。何を、なんちゅうかな。いろんなことがあるから腹立つ。ね。悪いことするものが多いから腹立つとこう、まあ、こう思いますけどね。いや、まあ、よう考えてみればね、正義感から腹立つということは、まあね、どうですか？正義感から腹立つと、まあね、正義感から自分に腹立てとるつもりであってもね、よう考えてね、結局は自分に都合がいいか悪いか、まあ、言うてしまえば、結局、自分に都合が悪いから腹立てる真理の煩悩、ね、思います。愚痴中、三番目の愚痴中は、愚かとか言って愚痴、ね。結局、本当のことが分からん、ね。自分勝手なものの考え方は自分に都合が良ければいいと思いね。自分に都合が悪いから悪いと思うというようなね、そういう勝手なことで結局ものを考えるからね。本当のことが分からん、ね。本当のことを言うたら、自分のところの孫よりも、よその孫の方が、本当のことを言うたら、かわいい顔をしとってもね、
やっぱ人間塾な自分の孫の方が可愛いように思うな。そういう方に勝手な心でずっとなっとるのが、これは普通のな人間の状態。これは煩悩具足の煩具足のことだね。煩悩。そしてまあ仏教ではね、仏教では何が苦しみ悩むの元になるかというと、結局そういう自分勝手な心が苦しみ悩むの元となると、これもお釈迦様が言われたことです。ね。これが苦しみ悩むこと。だからその、エゴとかね、利己主義とかいう話に、それを、そういうことを煩悩とこうじゃ、煩悩だね、煩悩。結局、煩わしい、悩ます。これが煩わしい、悩ますことです。こう、ね。いやいや、そんなことはないよ。金さえ皆に配りゃね。金さえ皆に配りゃ、何も苦しみがないんじゃないかろうか。ね。まあ、それそうは言ってもね。金さえ苦しみないんやったら、な、金を受け持ってる人が苦しみないのがないかというと、それはすぐはいけないんだな。そしてまあ、皆に平等に金さえ配っとりゃ、世の中を丸く収まるというのは文句はなく